よしほです。はい、ということで今回はですね、今回は IKEA の購入品紹介をしていきたいと思いまーす。ということで今回はですね、主に目当てがあって買ってきました。目当てのものがあって、それを目当てで買ってきたんですけど、ちょっとね追加で何個かも買ってきたりしてるので、早速紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらのバスタオル、ピンクのバスタオルとこのイケア柄のねバスタオルを買ってきました。これはあのすごいピンクバージョン持っててめっちゃ良かったので、薄いピンクバージョン私が買ってきて、なんかママがなんかイケア柄のなんかバスタオルが欲しいって言って買ってました。私止めたんですけど聞いてくれなかったです。で、IKEA のこのロゴとバーコードがついてます。いや、最近 IKEA のさ、カバンとかさ流行ってるよね。あ、トートバッグね。トートバッグが学校の同じ学年の子で何人か使ってて流行ってるんだと思って。私上服持ってるんですけど、パーカー。パーカー持ってるよね。そうそう、持ってて、あの1回だけ着てたことあるんですけど、ちょっと気まずかったです。IKEA だなって見られてるのがちょっと気まずかったですね。はい。次、あ、またタオル系があった。IKEA の柄をした、ハンカチですね、こちらは。バスタオルではなく。開けました。まずね、黄色い方があの IKEA の柄でロゴか、 IKEA のロゴがついてて、うん、それでこの白い方がバーコードですね。かわいい、かわいいコードで、裏がねグレーです。なんか裏もなんか違う色ってね、いいね。ね、白じゃないのとこがいいね、うん、またこの黄色はバスタオルもあったんだけど、はい、バスタオルママ黄色にしようかなって言ったら、しーちゃんに全力でやめた方がいいよって言われました。だってさ、年齢は言わないけどさ、え、年齢関係なくない？年齢が高いと黄色使っちゃいけないの？黄色バスタオル。そういうわけじゃないけど、ちょっとママ黄色は似合わないか、ごめんごめん、似合わないよね。次いきます。次はね、こちらの銀色のティッシュケースですね。これはお母様が買ってまいりました。何に使うのこれ？ティッシュケースだから手を入れるんだけどそれ以外何使うの？そう、小物入れにでもすんの？あかねちゃん聞いてるの？あかね、あかねちゃん聞いてよ。じゃあマジ開かない。じゃあ、あかね、あかねちゃんって開かないんだよ。開くじゃない。すごい、もう瞬殺じゃん、やば。さすが人生の先輩嬉しくねー。ということで、開きました。これね、上からね、開けられるの。それでは行きます。逆あー、それでは行きます。あーっと、お宝物入ってないと。入ってない。これなんか上からいいなと思って。いいね、かわいい、うん、どっかで使えます。はーい、はーい。お次は何かな。お次、あ、そうだ、これ買ったんだ。時計です。ほんと、私がこっちでママがこっちなんですけど、これもうめちゃめちゃ流行ってない？最近めちゃめちゃ。でもね、あのね、こういう形の時計、シーンとかでもちょっと安くて売ってて。あ、そうなんだ。そうそう、うん、けどやっぱ、IKEA とか実物見て買った方が、うん、あの私的にはすごい安心安全だなと思って、ちょっとね、IKEA で買いました。めっちゃ流行ってるよね、今。流行ってる。あの雰囲気系のさ、うん、お部屋紹介みたいなさ。確かに真っ白でできてるさ。おしゃれな部屋には合うけどね。そうなの、真っ白でできてる部屋とか、うん、たまに見るんだけど、私好きでよく出てくるの、これ。なんか白い、真っ白い机の上とかに置いてたり、すごいね、ベッドとか壁とか床とか全部白い、ソファーとか全部白いお部屋にも出てきて、ほんとおしゃれだなと思って。私の部屋もまあ多少ね、多少白で揃えられてるから、家具とか白とピンクなんで、
合うかなと思って買ってきました。でママも時計が欲しくてこっちと迷ったんですけど、変わり映えがしないっていうのと、あとちょっとこっちの方が見やすいっていうのでこっちを買いましたね。お母さん、こっちの方が安かったです。そうなの。以上です。こっち置かないの？どこに置くの？これね、机に置こうか、この辺に置こうかな。雑貨として緑がいっぱいなテレビ台とかに置こうかなと思ってるんだけど、まだ正式な場所は分かりません。ちょ、置いて決めたいなと思います。しかもこれアラームできるんですよ。アラーム、私いつも携帯のアラーム使ってるんですけど、このアラーム絶対いいよね。マジかわいい。使います。でラストですね、まあ、この小物グッズでもラストなんですけど、こちらのね、ボックスを買ってきました。これ私のなんですけど、お目当ての商品と一緒に使いたいなと思って、まだお目当ての商品っていうのが何かわからない方もうーんって感じなんと思うんですけど、ちょっとね色がバッチリ合っちゃいまして、めちゃめちゃ可愛かったので買ってきました。使うの楽しみです。はい、ということでお目当ての商品はこちらのピンクのワゴンですね。イエーイ。ごめんね、ちょっと盛り上げ方が雑だった、すみません。じゃあもう一回言ってみようか。よ、テイク2。はい、ということでお目当ての商品はこちらでございます。イエーイ。待って、出なかった声が。ということでピンクのねワゴンでございます。ね、これとぴったりでしょ。ほら、めっちゃぴったり。それ使ってないね、まだ。そう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 、まだ使ってないんだけど、ちょっと使いたいなと思います。で、私前回メイクワゴンとしてこっちのね白いワゴンをこれね、これ使ってたんですけど、ちょっとねスキンケアとメイクを分けたいなと思って、パンパンで入らなかったんですよ。だからちょっと分けるために買いました。最初はね白買う予定だったんだけど、ピンクあるの知らなくて、ピンク見た途端もうキュッって一目惚れしちゃったんですよ、ピンクに。でピンクをちょっと買ってしまいました。マジかわいい。めちゃめちゃかわいい、このさ白とピンク、めっちゃかわいくない？うん、めっちゃかわいいと思って。で1台増えたのよね。はい、1台増えました。やったね。もうパンパンでね。はい、そうなんですよ。まあでも中はね、まあ入ってるもの自体はそんなに変わってなくて、ただパンパンに入ってたものをちょっとこっちに移動したみたいな、はい、そうですね、感じなので、ちょっと中は詳しくは紹介しないんですけど、まあさっきこんな感じですね。使ったばっかりが来てない。ちょっとね今綺麗ではないんですけど、さっと、はい、さっとね、お見せしました。こんな感じでございます。はい、これを買いにね IKEA に行ってきました。はい、ということでね、今回は IKEA 購入品紹介をしてみましたが、皆さんどうでしたでしょうか。ぜひね、お目当ての商品あったら買ってみてください。ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。